花東立谷の位置。北端に花蓮市、南端に台東市があることからこの名を持つ。北部を花蓮系、中部を収集止め、南系、南部を非南系が流れる。花東立谷の風景。左側が中央山脈で、右側が海岸山脈である花東立谷は台湾東部に位置する平原である。台湾東部の花蓮県と台東県を縦断する。 細長い谷間平原。フィリピン海プレートとユーラシアプレートの衝突によって形成されたため、中央山脈と海岸山脈に挟まれた一致関係である。その名称は、北端にカレン市、南端に台東市があることにちなむが、台湾の東部に開けていることから、東大縦谷、または台東縦谷の別名もある。日本統治時代には、中仙道平や 中山道とも呼ばれていた。南北1 8 0トル東西2から7トル面積約1000平方トル海抜50から2 5 0ル地質は、中石平野と大地が混じり、中央山脈を水源とする、河連系、木工系、とぶき豊家系、万里系、幸福系、バフトシアン系、収集止め、乱系、新武力系、 避難系などの河川によって潤されている。そのうち河林系、収集止め、乱系と避難系の三大河川による水系が花東立田に起きた中、南の三区域に分けている。川はそれぞれに3000メートルの鉱山に源を発し、流れを下るに従って、沢谷、滝、温泉、河口、し暖球、洗浄地などを形成し、あるいは断層などの作用も、 相まって、独特な景観を作り出している。流域の景勝地では、富里ザ山の西小景城流にある、螺山幕府が著名である。高さ65メートルにも及ぶ滝は、まさに壮観で華麗と言える。代表的な断層は、水穂里の随ミノル断層である。随ミノル断層は、総発の貸し断球の東北にあるため、総発断層とも呼ばれている。 直立した砂利の層である。鉱山から流れ下る渓流は大地を侵食して、大量の土砂を流し、沖積層や V 字刻を作り出す。収集止め、乱渓は、その典型的な例である。海岸山脈の地層、大高構想は海底に堆積した物質で構成されているため、柔らかく、たやすく侵食される。収集止め、乱渓の流路は、 まさにその地質ゆえに作り上げられた。もともとこの川は海岸山脈に源を発して太平洋に注ぐ消華川だったが侵食の末に海岸山脈を貫通し、現頭は花東立谷に侵入した。その末に当時の河連系の上流部を奪う河川争奪を引き起こし、現在の稼働を形成したのである。現在では水保駅付近から 川口の西へ裏までの収集止め、乱景の渓谷を下るラフティングが観光客の人気を集めている。なお、深部旅景でも似たような現象により、南横航路沿いのソワダニや断崖が形成された。縦谷はプレートの移動によって形成されているため、地殻変動や断層活動も少なくない。加えて上記の三大水系やその支流は大半が 中央山脈の東側に源を発し、数千メートルの落差を一気に流れ下る。作り山運動と水の侵食によって作り上げられた風向は実に壮観である。富里の羅山幕府や法林の法王幕府、紅葉温泉など観光名所も少なくない。避難系の下流、都市基地には草木が生えていないことからガチ世界と呼ばれている場所があるが、ここは 海岸山脈を構成する地層の一つ、都市基地層の南端にあたる。この地層は、台東市付近から北へ70キロの距離に伸び、安通温泉に至る。この地層が露出しているのが、台東市の北方、約8キロメートルに位置する都市基地村である。都市基地層は沈殿した堆積物によって構成され、砂岩、血岩、泥岩が複雑に絡み合っている。谷底に沿って、 活断層の花東立谷断層帯が分布している。全長はカレン市から台東市まで約1 5 0トル全体的には北北東走行、東傾斜で左横ずれ成分含む逆断層の構造となっている。平均平位速度が非常に速く、水平が約3トル年、垂直が約2トル年となっている。 1951年に発生した花、東立谷地震で、ほぼ全体が活動した。断層台南部では、断層面が、ゆっくりずれる断層クリープ現象が確認されている。花東立谷は、台湾原住民の居住地でもある。台湾原住民13部族のうち、阿ミ族、タイアル族、ブヌン族、タロコ族、プユマ族がこの区域に住んでいる。 特に闇族の人口が最も多く、幸福郷には大規模な集落が存在する。毎年、夏から秋にかけて、それぞれの村では盛大な収穫祭が催される。花東建谷は台湾東部最大の平野であり、西と東を山脈で遮られているために台風による風害や塩害を受けにくく、工作地としては、格好の条件を備えている。 しかし場所によっては推理に恵まれず、謙遜な中央山脈と海が交通を阻んでいる。そのため古くから台湾西部に進出していた漢民族もこの地には長らく進出せず、厳重の網族が村の周辺で泡を栽培するのみだった。やがて日本の台湾領有によって大規模な土地開発が始まる。山口県生まれの実業家、片金三郎は、 明治30年代に自身が起こした、ガデン組を率いて、台湾東部に渡り、豊富な森林資源を用いて、小農の製造を開始。さらに、タマリやバフトシアンの原野を開拓して、サトウキビを栽培し、大規模な製陶事業を起こす。一方、日本人の一般農民も順次入植し、吉野、十、豊田、水保などの開拓村を起こした。やマラリア、 台風などに苦しみつつも、原野を開拓し、水路を引く。昭和初期には、平野部の大半が工作地となり、小峠駅の駅弁、稲荷寿司や吉野村で栽培された、タバコ、レッドジャスミンは、名産品として人気を博していた。現在では、台東県の池上号は、台湾一の米どころとして知られ、その米を使った池上弁当が台湾全土に、 チェーン店を展開している。昭和20年、すでに2世の代となっていた開拓村の日本人は、日本敗戦によってすべて引き上げた。しかし、日本人の生活のありさまを、開拓村に残る日本家屋や、吉安駅、豊田駅、水穂里などの駅名、地名に見ることができる。現在、花東建谷は台湾でも有数の継承地である。第9線や北巡る線。 対等線が貫く 158km 区間は、まさに緑の回廊である。両端にそびえる山脈と流水が織りなす天然の美と、人の丹念な営みによって作り出された、果樹園、茶畑、水田、微牢の並木が絶えず、視界に飛び込み、人々を飽きさせることがない。特に菜の花の開花時の美しさは、人々を共嘆せずには置かない。ありがとうございます。